こんばんは、咳をしても一人と申します。今回私はフォークリフトの免許を、見事取得しましたので、そのお祝いとしまして、自宅でコース料理を食するという動画をお送りいたします。フォークリフト、それほど難易度的には高くない、合格率などの公表はされてないんですけども、おおよそ推測で 95% だとか 98% だとか、なんかそのようなことが書いてありました。合格してコース料理というのはちょっと大げさな感じはするんですけども、実は、私はその試験にものすごく苦労をしまして、落ちるんじゃないかと、そんな、途中からですね、たくさんの方が、受けている状況で、一番下手で、私のグループ大体20人ぐらいが受けていて、その中でも一番覚えが悪くて、とりあえずすみません、お祝いの乾杯です、はい、合格おめでとう、乾杯。一つの命を捨てて生まれ変わった不死身の体、鉄の悪魔を叩いて砕く。エトワール・ドゥラセーヌ。誰がやらねば誰がやる。飛べ飛べ流れ星、飛べ飛べ流れ星。はい、何でしたっけ、はい、通えばそして真面目に授業を受ければ受かるもんだと思ってたんですけども、社交不安障害の緊張もあったり、あとようやくもうこの年にしてアラフィフにして自分のことに気がついてきたといいますか、今まで自分のできることできないことさえもあまり分かっていなかったのかもしれないんですけども、どうやらちょっと僕は人と違うと、物事のとっつきが悪いと言いますか、どうもうまくできなくて、そもそもコースを覚えたり、そのフォークリフトをそのコース上で上げたりとか、その度に指示があるんですけど、練習としてそれを覚えきれないというか理解できない。だからそういう特徴が私にはあるのかなと、はい、今回、まざまざと思い知らされました、はい、それで、最初勝手に心の中でその教え方悪いに違うかって、教官の教え方悪いに違うかとか思ってたんですけど、説明が少ないとか勝手に思ってたんですけど、でも他の全員がスラスラとできている中で僕だけできなかったんで、ちょっと何かあるなと、はい、私には持って生まれた何かがあるなと、気づかされました、はい、フォークリフトの教習っていうのは、その、僕が受けたところでは、1人がその教習コースを練習して、他のみんなが、手前の椅子に座ってその様子を見ているって、だから、何回かに1回自分の番が来てそのコースを練習して、その他の時間は、他の人がやっているのをこう
見て参考にするという感じなんですけど、私があまりにもできないので、その教官の方がその実際その他の方がやっているのはちょっと遠くだったりしてあまり見えないこともあるので、自分が、教習をしている他の以外の時間もみんなは座ってるんですけども、僕はその他の人が練習している人の横にずっとついて、その様子を見てイメージで練習するようにと言われて、最終日はずっと他の人が練習している時もずっと他のみんな全員座ってるんですよ、座って見てるんですけど、僕は全員の横をついてこう間近で見るっていうのをこうちょっと立たされているような感覚、はい、そういうのがあって、まあ全然悪い気はしなかったですよ。教官の方に対して悪い印象じゃなくて、むしろ僕も近くで見てもとにかく落ちたくはなかったので、もともと会社で、必要な資格として今回私が最初に取るということになったので、まさか落ちたという報告を会社にはしたくなかったので、もうそれでもいいですって、近くで見て浮かれるようにやりますって、でそれを受け入れて、ずっと他の人が教習している時も真横でこうついて歩いて、それを様子を見ると、で他の人がどんなことをしているのかっていうのを見るという作業をしていました。何十人かいるんですけども、お互い特に話すこともなく教習をずっと受けてたんですけども、一人が、運転をしている時に次の人が、手前で準備で待っていて、で私が一緒について歩く、だから、一人の人が運転している時は二人の方というか、その次の方と私、ずっと一緒に回っている私とがこうつくという形になるんですけども、徐々にですね、全く喋らなかった関係の人たちなんですけども、アドバイスをくれるようになってきたんですよ。で他の人が運転しているのを見て、そう、あそこ、さっきそこできてなかったんで、多分ここはこうするといいですよって、ああ、わかりましたとか言って、隣の方、コロコロ変わるんですけど、ずっとそのいろんな方が少しずつ僕にアドバイスをほとんど年下の方なんですけど、アドバイスをくれるようになってきました。はい、そしていよいよ、最終的に一番最後の試験という時になりまして、で、教官の方が全員を集めて、ただいまより、試験を始める、受験番号11番、あ、はい、もし試験に受からなかった場合は、再度、本日補習を行い再試験を行うっていう宣言があったんですよ、僕一人だけに。だからまあその時点で、教官としては、多分受からないのだろうなと。それも私一人だけ、20人ぐらいいる中で私だけが受からないんだろうなという、と思っていたんだと思います。それで、試験の順番を、私11番なんで11番目に本来試験を行うんですけども、それを20何番目、一番最後に、11番は、一番最後の、に、試験を行うっていう感じで、で最後の時であっても、その他の人の試験本番の試験ですよ、
をやってるのを横で見てギリギリまで勉強して、それから一番最後に試験を受けなさいという指示を受けまして従いました。そして、いよいよ全員が、まあ難なくクリアをしたような感じがあって、それで、最後私の出番になって、途中からいろんな人が次の出番を待つ人が私の横にいるので、でその人たちがもういろんなアドバイスをくれて、ちょっとあの人としてのあの優しさでちょっと心がほころびそうになってたというか、はい、みんな年下の方なんですよ。でもここは あの場面さっき多分間違ってたと思うんで、ここあの落ち着いてやったら多分できると思いますよみたいな、いろんなつく人みんな別々の方それぞれがもうなんかいろんなアドバイスをくれて、ちょっと心温まったりしながら最終試験を受けたんですけど、であのどなたかが言ってくれたんですけど、試験コースを全部回るのに、時間制限もあるんですよ。で10分を超えてはいけない、10分を超えたらその超えた時間ごとに減点幅があって、でその減点幅がものすごい大きいらしくて、なんであの少々のミスはあのまああのまあパーフェクトでやる人なんてほぼいないですから、少々のミスは重ねてもいいから、その時間10分を超えた場合のロスがものすごく大きいので、そこをもうとにかくあの10分以内にゴールする、それを目指したらいいんじゃないかって言ってくれた人がいて、ああなるほどなと思って、もうミスを恐れずに10分以内で走ることをこう試みに留めて、であのそれまで、もう何十回も走っている中で、全部僕、平均が15、6分だったんですよ。最速でも14分だったかな、うん、もうあの間違えないように慎重にすぐおかしなことをしてしまうんで、真逆の全身のとこバックしてしまったりとか、フォークを上げるとこを下げてしまったりとかも、あとコースを間違えそうになったりとかものすごく慎重に、コースを回ってたんですけども、本番の試験の時はあのもうあまり細かいことは気にせず、とにかく10分以内にゴールをしようと、はい、それを目標に頑張って、であのいざ本番試験を迎えました。であのこれまではその確認あのなんか後ろを確認とかこんなとかあの、それぞれあのフォークリフトをあの上げたり下げたりとか、あの傾きを手前にしたり奥にしたりとか、そういうのを一個一個ものすごく慎重にしてたんですけども、試験の時だけ急に豹変して、もうこんななってこんななって、もうがむしゃらにとにかくあの10分以内にゴールできることを目標に頑張ったら、実際試験でどれぐらいかかったかっていうのは教えてもらえないんですけども、あの他のそのあの他の方がなんか僕の時間をそのアドバイスを10分以内にゴールしたらいいですよって言ってくれた方が、僕の時間をこう自分のスマホで測ってくれてて、で9分55秒でなんとかいけたらしくて、でもあの僕自分がゴールした時はそんな10分を切ったっていう実感はなくて、あなんかまあ今までよりは早いけど12分ぐらい違うかなって、で2分オーバーした時の減点幅どれぐらいやろとか思って、どうかなとか思ってて、はい、
で僕は最後試験最後でしたんで、で教官が全員集めて、それでは全員集合ってこう20人ぐらい集まって、はい、で、これより、合否の発表を行う。受験番号11番、僕が受験番号11番、合格じゃあ、あの他の皆さんがあのうわーってなんかこれまでほとんど皆さん喋ってないんですよ。あの一言あの僕にアドバイスをくれたあたりから喋るようになったぐらいで、普段皆さん同士でもほとんど口を聞かない状況だったんでまず僕の発表で受験番号11番合格って言ったら、皆さんがこう大拍手なんかテレビドラマになりそうな、なんか歓喜の渦になってしまってで教官が11番合格以上って他の人の合否発表しないですよ。だから僕受かったんなら全員合格っていう前提が成り立ってて、他の方も僕が受かったんだから自分も合格したって確信をしてる歓喜の渦の大拍手だったんですけど、なんか嬉しかったですね退屈、皆さんも退屈な教書がちょっとあのドラマチックになったのかなって、それを演出できたな、で演出できたのかなって思ってますそう、もう嬉しかったですね。で、こんな感じで苦闘しながらも無事、フォークリフト、リフトの免許を取ることができました。本日はその、お祝いのコース料理を、食しながらの一人パーティーでした。ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。